誰も寄生虫がこんな手に出てくるなんて思いもしなかったんだ。そうですよ。それに星野さんが心配なのはみんな同じです。簡単に助けられると思うか。罠かもしれへんし、万全を期して今からでももっとエネルギーを貯めてった方がええんとちゃうか。確かに。おい本気ですか。仲間を助けるために最善を尽くすのがヒーローってもんやろ。こんな時に何やってんだ。あの園長さん、これ気合い入れてエネルギー貯めよう思って暴発したのバレとるんか。うわっ。あとな、危ない時はちゃんと言えよ。俺でよければ盾くらいにはなるからさ。盾になるとは言ったものの、この状況はさすがに。